俳優ハジョンウがプロポフォール不法投薬疑惑のため被疑者として検察の取り調べを受けたと報じられた。12日午後に放送されたニュースで、整形外科でプロポフォールを不法に投薬されたという疑惑を受けているハジョンウが被疑者として検察の取り調べを受けたと伝えられた。また、検察がハジョンウに対する起訴の可否を近く決定する方針だと付け加えた。ハジョンウは2月にプロポフォール不法投薬疑惑が持ち中エガルと、2019年1月から9月まで肌の傷跡治療のため強力なレーザー手術を受けたと釈明した。当時、所属会社側は治療を受ける時に院長の判断の下で睡眠麻酔を受けたのが全てであり、薬物乱用は全くなかったと強調した。また、釈那診療疑惑についても病院長の要請で進行したものとし、院長とやり取りした数ヶ月間のメッセージ履歴と院長の要請で情報を伝える過程が確認できる履歴が残っていると付け加えた。エバーグロ。ケイラン答えを与えてチャレンジに参加しましたテヘペロ。天気暑い。フォーエバー暑さに注意コーハートの簡単譜。キドフンイノリ君一度行ってきましたパクヒョシン。綾瀬はるか、のみぬ。熱愛説再展開が韓国でも報道中。7月1日、日本の雑誌女性セブンの熱愛報道。両側が友人関係と否認。一例日、日本の週刊誌フライデーが東京の極秘デートを報道。日本の週刊文春は、交際期間は2年ではなく4年綾瀬から、私と結婚せよの報道。